ございます。橋本もゆきです。今日は、なんか結構減量で体だるくなってたんですよね。すごい減量が。ほぼ1ヶ月ぐらいもう減量し始めてから経ってて。で、まあどういう減量してるかっていうと、まあ、大体毎日2000キロカロリーぐらい取って、で、タンパク質は毎日 100g 以上取ってて、まあなんかそういうアプリがあるんですけど、マイフィットネスパルっていう、なんか結構便利で、なんか例えばコンビニでなんか買ったとして、そのバーコードをこうピッて読み取ったら、なんかカロリーとかタンパク質とか出るんですよね。で、それが記録されていくっていう結構便利なやつで、例えばまあ商品じゃなくても、例えば鶏の照り焼きとか書いたら、まあ大体これぐらいのカロリーとかタンパク質量っていうのが出て、で、まあそれでこうカロリーとかタンパク質量とか日々コントロールしてるんですけど、いやなんか、まあ毎回そうなんですけど、こうなんか減量するとこうなんかこう体がこうだる重くなってくるっていうか、なんですかね、こう元気がなくなるみたいな。こう動こうっていうこう気力みたいなのがなくなってきて、なんか感覚としては、まあ、人間ってこう基礎代謝あるじゃないですか。毎日何もしなくてもこう、まあ生きてるだけでやっぱりこう人ってエネルギー使ってるんで、で、まあその例えばまあ1500キロカロリーとか何もしなくても人って消費するんで。で、まあ、例えばまあ、何も動かなくても、1500消費するから、例えば、1日の摂取カロリーが1000だったら、まあ何もしなくても、まあ500キロカロリーはこう、毎日マイナスなわけじゃないですか。で、7200キロカロリーが1キロ分らしいんですよね。だから、500だとしたら、ちょっと計算が、2週間ぐらいか。2週間ぐらいで、それを、例えば、2週間続けたら、1キロ痩せるんですよね。うん。そういう感じで。そういう感じで減量してて、僕とかだと、摂取カロリー、2000キロカロリーなんで、でまあ僕結構動いてるから、昼も結構ハードな選手練して、夜もまあ、普通に練習ちょっとしたりとか、筋トレちょっとしたりとかして、あと自転車通勤、片道20分ぐらいなんて、結構消費カロリーあると思うんですよ。だからまあ、ちょっと多く見積もって、まあ3000キロカロリー消費してるとしたら、1日マイナス1000じゃないですか。だからそれで1週間でも1キロぐらい落ちるぐらいの、あれなんですけど、まあなんかその、誰も重くなってきてこう、なんか元気ないなってなってくると、なんか基礎代謝自体がこう減ってる感覚がすごいするんですよね。それで、そしたらまあ、なんだろう、消費カロリーもちょっと減るだろうし、まあ、減量まあ、落としづらくなってて、まあ良くない感じがしてて、まあなんかそういう悩みみたいなのをツイートしたら、なんか、多分そういう栄養とかに詳しい人が、こうバナナと卵とブロッコリーが結構、あとチーズなんか栄養的におすすめっていう、その疲労回復とかにおすすめなのと、あとやっぱこう脱水でそういう症状出やすい、でも水がこうなさすぎるとそういう症状出やすいって言ってて、で水全然飲むの我慢してるみたいな意識全くなかったんですけど、まあでも、ちょっと多めに飲んでみようと思って、昨日から水めっちゃ飲んでるんですけど、なんかちょっといい気がするっすね。なんか、やっぱ、食べる量が2000キロカロリーだと、食べる量がやっぱいつもよりこう圧倒的に少ないんで、だから、やっぱ食物からもこう水分って取ってるから、その食べる量が減るイコールこう、摂取する水分量が減ってるんで、やっぱいつも以上にやっぱ水って飲んだ方がいいのかなって
思いました。なんか知らず知らずにちょっと脱水っぽくなってたのかな。まあ減量末期は水もちょっと塩分とか抜いて水も落として、あの試合が2日制なんで1日目だけ計量があるんで、だからあんまりこう体重落としすぎても筋量落ちすぎ少なすぎてもったいないんで、まあみんなある程度水で抜いてくるんで、だからまあ2キロとか2、3キロ、2キロからまあ2キロぐらいかな僕は、まあ水で抜こうと思ってて、まあだから直前は水で抜くんですけど、今は全然まだまだ1ヶ月ぐらいあるんで水ガンガン飲んで抜こうかな。あとまあさっき言ってた栄養も気にしつつ、そしたらまあ割といいコンディションのままやっていけるかなって思ってます。水いいっすね。まあ水デメリットとしてはめっちゃおしっこ行くっすね。当たり前なんですけど、毎日4リットル以上とかは飲む感覚で今水飲んでるんで、うん、めっちゃおしっこ行くのがデメリットっすね、うん、まあなんか見てる人とかで結構その疲労回復とかなんだろう減量とかに詳しい人いたらアドバイスください。まあ情報をこうシェアしてお互い協力し合いましょう。まあ、僕が減量に関してやってることはまあ今まで言ったようなことで、まあそんなめちゃめちゃこう厳密にやってるわけでもない。まあ練習のこととか技のことも考えることがいっぱいあるんで、まあ減量に対するまあこだわりはまあ僕的にはそんな高くないんで、すごいこだわり高い人からさらなる有料な情報あればお願いします。バイブー。